はい、おはようございます、こんにちは、こんばんは、クエスです。今日もケモフレスリーの動画撮っていきたいと思います。ということでアムウルトラステップアップ招待追いガチャしていきたいと思います。ということでね、2万円分キラキラぶち込みましたということで追いガチャしていこうと思います。ということで早速引いていこうと思うんですけども、これで90連目ですね、合計。はい、ということで引いていきます。ですね、ちょっとね調べてみたんですけど、アムウルトラ、今実装されてる全フレンズで攻撃力がなんと2番目に高いということらしくて、はい、あのね、ホワイトサーバルが一番高くて、次がアムウルトラで、3番目がシーサーレフティなんですけど、で、同じフレンドリーで言うと、チーターが、5番目になってるんですけど、アムウルトラはだからフレンドリーで一番攻撃力が高いフレンズになってますね。あ、未来さんいるじゃん、今気づいたちょっと待って、今気づいた、全然気づかなかった。未来さんなんかすげえ溶け込んでたな、おい、今気づいたわいや、何もさ、なんか演出ないなとか思ってたら未来さんいたんだね、全然気づかなかった。え、来た、もしかして来ました。嘘だろどういうことだよ散々追いガチャしてさいや、マジかよ、いきなり来る、嘘だろ。え、どうしよう、俺もうあれなんだよ、天井覚悟してたんだけど、え、もうどうしよう、これはもう引こうか私はアムウルトラ、虎のリーダーだってよしてくれ、そんな柄じゃないよ。ありがとうございます。いや、めちゃくちゃ嬉しい。え、80連してさ全然来なかったのにさ、え、何、普通にこの90連目でポロって出てくるの、びっくりすぎた。こんな感じなんだねこういうことね。え、どうしよう、マジで。え、でもね、せっかくここまで回したからね、もう正直、あ、でもね、俺あれだ、スカイフィッシュ持ってないんだよね。スカイフィッシュが確か攻撃力が今4番目に高いんですよ。リラックスで言うと多分一番高いのかな。うん、どうしよう、悩みますねあー、でもやっぱね、アムウルトラはもうね、もう貫突じゃないわ、間違えた貫突は無理だね。貫突しようと思ったらもっと課金しなきゃいけないけど、とりあえず引いてきます。もう天井まで引きます。もうここまで来たらね、天井まで引こうと思います。もうキラキラはね、いいです。なくなってもね。もうね、いいです。その覚悟で引いてたんで。とりあえずもうこれで、あれだね。奇跡特性、解放させちゃいましょう。うん。道中でもしかしたらまたすり抜けで、持ってないラビラビとかもね、来るかもしれないんで、ちょっとね、ささっと引いちゃいましょう、じゃあ。何も演出なかったらね、こう、ささっとね。はーい。マジか。今俺説明で必死になっててさ、宮治さんに全然気づいてなかったね。びっくりした、マジで。なんだ、こういう感じだよね。うん。なんだろう。張り切ってさ、こう2万円分課金してさ。来ねえの、なんだ、いきなり来るのかよっていうね。マジか。びっくりだね。ああ、うん、戻っちゃった。はい。じゃあ引いていきます。ここまで来たらね、もう引いていきましょう。もしかしたらね、運よく、また道中で出るかもしれないし。引いていきましょう。行きましょう。お、良い声届け。そうね、来月、12月には、クリスマスイベントもありますし、お正月も控えてるんで、またね、福袋とかもね、多分来ると思うんで、そこでね、欲しいフレンズとかね、お迎えできるかもしれないんで、まあね、楽しみにね、皆さん待っときましょうね。自分みたいに、課金できない人とかはもう、クリスマスからお正月にかけて、キラキラはね、貯めておくといいかもしれません。何かしらね、実装されると思いますし、新規フレンズ。あとね、属性違いで、サンタ服着てるフレンズとかがね、多分来るかなと思ってるんで、楽しみにね、待ちたいと思います。はい。はい。星4フォトが1枚と。
では次もうねちゃちゃっと引いちゃいましょう。いやマジかびっくりだね。もうラッキーさん走っていく。いいね、ラッキーさんは今日はよく走っていく。うん、じゃあねちゃちゃっと見ちゃいましょう。おお参りますだっけ。参りますだってね、あれね。うん、はい、チャップマン、おチャップマン、連続チャップマン。はい、おお黒さん、いい。まあね、星2のフレンズとか星3のフレンズとか被ってくれるのもねすごい嬉しいんで、紫のね石に変えれるんで、はい、まあさすがにねさっきのだけだね、多分道中で出るのはもうさすがに道中では出ないと思う。うん、運が良ければすり抜けで何かしら出るかもしれないけど多分出ないねこの感じだと。いやーそうそうそう、でねアムレトラは攻撃力高いんで、あのフレンドリーのねアタッカーとしてね今後ね自分は使っていこうかなと思います。はい。2番目にね高いっていうのはびっくりしたね。てかホワイトサーバルがやっぱぶっ飛んでんだね。やっぱり攻撃力めちゃくちゃ高かったんだね、調べてみたら。全然知らなかった。そりゃ引くよねみんな。うん、おニューイヤー、今年っていうか次の年が牛かな、牛年かな。ってことは何かしら牛のフレンズが来るのかなって自分は思ったりもしてるんですけど、どうなんだろうね。よし行きましょう。やっぱ道中は出ないね。うん、あ虹色だ。お未来さんいる。おっとまさかこれは来たか。来たら嬉しいな普通に。これはもし来てくれたら普通に嬉しい。貫突しようと思ったらね何十連しなきゃいけないのかなっていう話になるんだけど、まあね石があればね、あの2ヶ月後ぐらいにはね石の方が来るんで、約2ヶ月かな。まだホワイトサーバルが確かね石来てないんで、多分次のメンテぐらいで来るのかな。うん、もう2ヶ月経ちますから、うんうん、そうだね。おおホワイトタイガー、虎違い。ホワイトタイガー来ましたね。はいはいはい、なるほど。ホワイトタイガーがこれで男系レベル5になったのかな、多分5になりました。おお、やっぱすり抜けのね確率が高いですね。はい、ということでラストいきたいと思います。でもすり抜けるねやっぱり。だからステップ何さっき90連目で出てくれたのはすごい運が良かった。良かった良かった。とつれるね、これで。よしよし。じゃあね、ちゃちゃっと見て、終わりにしちゃいたいと思います。あ、南、コアリクイちゃん。お、リードアブック。リードアブックももうそろそろ2枚目が貫突するかな。うん。結構出てるね。うん。はい、OK です。ってことでこれで3枚集まったので確定したガチャにしたいと思います。おしゃれメダルも手に入るねこれね、15枚。うん、演出なんもないじゃん。ラッキーさん飛んでくる。あ、なんも飛んでない、なんも飛んでこない、なんも演出なかったぞ今。真っ白だったよね集中戦の。あ、でも普通にそれでも確定のガチャだとこうやって出るんだね。はい、ということでアムルトラお迎えできましたってことでね、とつれたんでよかったかなと思います。無事ねお迎えできましたよ。もうねこう全力でねやらせてもらったんで、余ってるのでね引きたい気持ちもありますけど、キラキラね温存しておきたいと思います。ということでご視聴ありがとうございました。それではまた。